広島市南区にある新徳女子高校。先週土曜日、あるイベントが開かれました。動物愛護センターに保護された犬と猫の譲渡会です。主催したのは新徳女子高校の動物愛護サークルです。新徳女子高校の動物愛護の取り組みは10年前から始まりました。5年前には動物愛護サークルを創部。センターで保護された動物たちの世話や譲渡会の手伝いなどをしてきました。学校で開催される動物の譲渡会は例がなく、彼女たちにとっても今回が初めての経験です。ずっと願ってやってて、もう今年、もう今回やっと外部を呼んでできるってなって、一回保護者のみの譲渡会もあったんですけど、やっぱり外部ってなったら、もうやっぱり一生懸命やって、そのなんか少しでも猫ちゃんたちが譲渡されたらいいなっていう思いで作りました。かつて広島県は犬猫の殺処分数の国内最多を記録しました。2011年度、犬だけで2342匹が殺処分されました。2016年、殺処分ゼロを目指した県と動物愛護ボランティアの取り組みによって、現在の動物の殺処分は大幅に減少しています。しかしゼロではありません。怪我や病気で保護されたもの、攻撃性があり譲渡に不向きと判断された犬や猫は去年も70匹殺処分されています。命をつないでいくために、少しでも多くの人に来てもらいたい。炎天下の中、その思いを行動に移します。犬猫譲渡会のお知らせです。よろしくお願いします。新徳女子高校、一生懸命ビラを差し出します。でも受け取ってくれる人ばかりではありません。どう反応は皆さん？なんかあんまり受け取ってもらえない。仕方ないかな。まあまあ心折れそうだね。いや、もう折れてます。もう折れてます。最初の段階で頑張ってます。諦めかけたその時です。譲渡会だね、うん、里親探しですよね、うん、偉いね、すごい、私すごい賛成。自分たちが企画する初めての譲渡会、一人でも多くの人に来てもらいたい。そして一匹でも多くの犬や猫を引き取ってもらいたいんです。譲渡会当日、会場は朝から予想もしていない事態になっていました。昼を過ぎても人の流れが止まりません。想定内って言いたかったですけど、もう想定外。びっくりしました。想定の何倍ぐらいなんですか？もう結構もう2倍とかの感じじゃない、5倍、6倍とか。すごい人ですね。すごいですね。大盛況でね。びっくりしました。どうですか、こんなになるって思ってらっしゃいますか？いや、全然思ってない。あんまり人が来んかったらどうしようかなと思ってたんですけどね。皆さんこう興味を持っていただいてるのいいですよね。今回の譲渡会には県と呉市の動物愛護センターから犬7匹、猫36匹がエントリーしています。一匹でも多くの引き取り手を探したい。彼女たちの頑張りにこの子たちの将来がかかっています。のんちゃんって呼んでます。のんちゃん、のんちゃん、のんちゃん、ね、いい子いい、大丈夫、大丈夫、怖いよね、怖い怖い怖い、ちょっとね、じゃあ指先はね、爪切り嫌いなんで。今年のあと狂犬病と、あと予防接種も終わってて、あとは月に1回 のフィラリアとかのミダニ予防は必ずいりますね。そう、人間も健康で出ないといけないし、そうですね、それ生徒さんの顔が全然、丁寧にこう接客してもらったりとか対応してもらったのがすごく好印象で、
見た感じもすごくなんかいろいろああいうのものを掲示物作られたりとか、ちゃんと人が靴のままでも上がれるように設備が整えてたりとか、すごく気を使って準備されてるんだなってすごく感じました。動物の世話をしてきた彼女たちが向き合っているのはこの子たちの命です。なんだろう、自分たちがずっと前からやりたいって言ってたことなんで、もうなんか準備してよかったなって思いました。結構な手間だった。動物たちのこと考えたら全然別に手間とかじゃなかったし、なんなら楽しいこともいっぱいあったんで、全然こんだけ人が来てくださったらもうやったかいあったなって、やったかいがあったなみたいな感じです。譲渡会では講習会も開かれます。動物愛護センターの職員が保護された動物たちを飼うために必要なことを説明していきます。引き取り手が決まった子もいます。最近肩がグラグラだと。いやちょっと恥ずかしいんだけど恥ずかしい。もらい泣きするって。いや嬉しいでしょ。だけどきつくなってきたらまた広げてあげたり、ね、うん、今もう抜けんようにきっちりにしてますので。次のもあるんです、うん、できたら、はい、今さっき話したこれと、はい、このハーネス、ハーネスね、うんうん、つけてあげてください。引き取れる子には獣医師がマイクロチップを注入します。マイクロチップ入れて、はい、あ、そうですね、まあ、万が一迷子になってしまった時のために。受け取り手が決まって嬉しいはずなのに、彼女たちの気持ちは複雑です。世話をしたこと別れるのはちょっぴり寂しいです。この日猫1匹、犬2匹の譲渡が成立しました。その他にも現在7匹程度が調整中です。高校生たちが企画した初めての譲渡会、彼女たちが向き合ったのはかけがえのない命です。